当時の資料というか新聞を見てたらね、面白いっつうかな、ああこういう感じだったんだっていう出来事があったんで、それを見ていきたいと思うんですけども、まずこれがね、放送日、放送開始日の新聞紙面の解説でございますね。番組紹介でございます。新番組若い命、日本テレビ午後7時、江田島を舞台にとあります。大戦末期の青春像、梶光雄ら10代タレントで、歌手の梶光雄が初めてテレビで主演する青春ドラマ、読売テレビと宝塚映画の共同制作である。かつて東京芸術座で上演された菊田一夫の今日を限りのが原作で、藤本義一が脚色している。物語の背景は第二次大戦末期の海軍兵学校、主題は戦争ではなく、あくまでも江田島の兵学校に学ぶ若人たちの青春の日々、若人たちの友情と純愛を軸としているってあるんですよ。だつまりまあ青春ドラマですよね。戦争ドラマではなくて青春ドラマで、戦争の影は薄めに描いてる。だからこれ藤本義一さんがやってるし、しかももう戦後20年経ってのドラマなんで、あんまりね戦争戦争っていうあれではなくなってんですよね。もうね、少なくともそういう風には描きたくないなかったっていうドラマだと思うんですよ。まして梶光雄さんを売り出すためのドラマですからね、あんまり悲壮なものにしてもっていうのがあったと思うんだけども、で戦時下という一種の極限状態に置かれた多感な青春期の若人の行動、それも海軍兵学校という当時のエリートの集団生活の中で彼らが何を肌で感じたかを描いていくと、ね、海軍兵学校ってもう要するにエリートなんだよね。日本中の超優秀な超秀才児が集まってるわけでしょ、ね。主役の梶光夫を中心に共演者も中町子、近藤正臣、土田早苗、逗子孝雄、逗子正明、松山光、高峰啓治、なんだ、香川博信かな、ちょっと字が潰れてんで読みづらいんで違ってたらごめんなさい。香川博信など10代タレントを揃えている。物語、当時の海軍兵学校といえば全国から秀才ばかり集まったところだ。その難関をパスした桂一郎かっこ梶光雄は入校したものの、戦争のためにという考えはなく、燃えたぎる青春の日々を有意義に送りたかっただけなのだっていう風な物語設定なんだけど、なわけないっすよね。この時代にさ、海軍兵学校にわざわざ入る人がさ、戦争のためにという考えないってことはありえないでしょ、絶対に。と思うんだけどね、まあ私も当時の空気よくわからんけど、ないと思うんだよな。だってもうね、物語の最終回では特攻していくような感じの時期なわけでしょ、そういう話、時期の話だからさ、戦争を意識しないってことはありえないと思うんだよな。燃えたぎる青春の日々を有意義に送りたいなんてさ、そんな価値観この年ないんじゃないかなと思うんだけどね。まあでも藤本さんはそういうふうに描きたかったみたいなんだよね。しかし一郎たちが知らぬ間に第二次大戦は泥沼に落ち込み、一郎たちは死を要求されるようになって悩む。こうした中で一郎のたくましい若さとともに、親友の朝倉康彦かっこ近藤正臣との限りない友情、三宅教官の娘幸恵かっこ中町子とのほのかな恋など、一郎の周りはエネルギーにあふれた青春の息吹ばかり、絶望に屈折一郎は元気に生き抜いていくというふうな物語らしいですね。だから土田早苗さんがガールフレンドというか恋仲ではなくて、中町子さんの方とのほのかな恋なんだね。じゃあ土田早苗さんはどういう、単に近藤さんの妹ってだけのなのかな親友の妹だからあんまりそういう色目では見ないってことか、ね、中町子さんの方がまあヒロイン的な感じですね、みたいですね。でまあ今私がなんだかんだちゃちゃ入れましたけどね、やっぱり本当の兵学校にいてた人たちはやっぱりこの設定に違和感持ったみたいで、こんな投稿がね、見た後すぐにね送られてるんですよ。これがね、昭和40年の4月28日付の読売新聞の
投稿欄なんですけどもね、読者欄なんですけど、作為が目立ち失笑、24日日本テレビ若い命は、海軍兵学校の物語だが、わざと笑わせようとする作為が目立って、その馬鹿らしい演出には呆れてしまった。特に左足と同時に左手を動かす歩き方や、タバコを拾って吸うシーンなど、私のような元、海兵生徒だけでなく、あの時代に生きた人間にはありえないことと眉を潜めさせるだろう。現在の学生生活やスポーツ選手だってもっと厳しく真面目であろう。そしてその中に笑いやユーモアも十分描けるはずだ。原作や舞台での今日を限りにはもっと素晴らしかった。すごい辛辣ですね。菊田さんの原作の、文章とか舞台は素晴らしかったけど、これは作為が目立ってどうもダメだというふうにね、もう左足と左手を同時に出して歩いてこう笑いを取ろうなんていう人間がこの時代にいるわけないと、少なくとも海兵学校生徒にね、いるわけないと。まして落ちてるタバコを吸うなんてことはありえないんだって、言うんです。まあどうなんですかね。まあ元海兵生徒っていうことなんでね、まあ経験談からそういうふうにおっしゃってんでしょう。埼玉県の、商業の方でございますね。36歳の方っていうこと、当時36歳の方の投稿でございますね。でこの見出しね、失笑ってあるでしょ。私これ見てね、ああもうこの時代から誤用されてたんだなと思って。投稿者の人は失笑って言葉使ってないですよね。この方はもうね、戦前の超エリートの人ですから、そんな誤用はしないわけです。でも昭和40年のね、読売新聞記者である人がすでに誤用してるわけ。読売新聞の記者の人ってそこそこ文系のエリートだと思うんだよね。昭和40年頃だったら多分、まあでも、まあでも多分そうだと思うんだよな。まあ昔のね、海軍兵学校の人に比べたら全然落ちると思いますけども、それにしても新聞記者の人がさ、この当時のね、新聞記者の人がすでに誤用しているというね。ちなみに失笑というのは、文化庁がね、平成23年度、国語に関する世論調査で、まあ、本来の意味とされるのは、こらえきれず吹き出してしまう、ね、ブフって笑っちゃうことを失笑ってわけですよ。らしいの。本来はね。で、本来の意味ではない、笑いも出ないくらい呆れる。で、使う人が 60.4% いたというふうな文化庁の調査があったわけ。まあ、実際そうでしょうね。私も多分この辺の勘違いしてた。というのは、だって新聞でこういうふうに使ってんだもん。それ見て育ってるからさ、自然とそう考えちゃったわけよ。ね。だから違うんです。もうすでにもう、だからそういう誤用を生み出してるのは意外と新聞とかテレビとかって場合が多いんだよね、やっぱり。すでにもうこの時代に新聞記者さんが誤用してる。だって、このさ、書き手の人ね、投稿者は、もうこらえきれず吹き出して笑っちゃいましたっていう、そういう趣旨の投稿じゃないもんね。笑いも出ないくらい呆れるっていう投稿ですもんね。で、この記者の人はそう思ったから失笑って、記事に見出しをつけちゃったんだけど、その意味で、失笑って言葉を使うのは誤用なんです、ね。失笑の本来の意味はもうこらえきれずに吹き出しちゃう、ブフって笑ってしまうっていうのを失笑、これが本来の使い方だから、この投稿者さんは失笑なんて言葉は絶対使わないですよ、ね。これは記者さんのミスということでございますね。ここでお知らせをご覧ください。まあこういう厳しい意見が来たんですよ、新聞紙上でね。そしたらさ、大塚さんすぐに対応したんですよ。これ広告なんですけどもね、その投稿から何日か経った5月2日の投稿、広告欄なんですけど、新番組オロナインの大塚製薬がお送りする梶光雄の海軍士官候補生と、ね、若い命という、そういう風になってるんですよ。でね、これちょっとね、字がすっごく読みづらいんですけども、黒い背景というかな、梶光雄さんの写真の黒い部分にかかってるからね、字が。だから
ものすごくよく見ないと見えないんですけどもね、真ん中左側あたりにちょっとした文章が書いたんですよ。これどんな文章かっつうとね、ああいうちょっと読みづらいな、ちょっと読みづらいな、旧海軍出身者にお願いって書いてあって、で毎週土曜日夜テレビ新番組若い命海軍兵学校物語ご覧の上、いろいろとお気づきの点につきご指導のお手紙を賜りたく存じます、拍車を進呈させていただきますっていう部分が四角に囲って書かれてるんですよ。旧海軍出身者にお願いの下に四角があって、そんな文章が書かれてるんですよ。これ明らかにさ、その何日か前に読売新聞に投稿されたその厳しい意見に対して対応した動きだと思うんですよね。だからまあ大塚さんしっかりしてんなと思うのと同時に、あれですよね、やっぱりまあ当時の、まあ兵隊さんとかね、海軍兵学校とかの人たちをた、尊重してるっていうことは当然あるんですが、同時にですね、やっぱり単純に視聴率を上げたいっていうのはあるんですよね、やっぱりね。つまりさ、この当時の土曜日夜7時、実はこの日本テレビの枠っていうのはもうガタガタなんですよ。なんでかっつうと、裏に鉄腕アトムがあるんですよ。土曜日夜7時、フジテレビで。あのテレビ漫画第一作の鉄腕アトムが 30% 40% って視聴率を取ってる頃なんですよ。まさに一番視聴率稼いでる頃だよね、この頃ってアトムが。でおそらく日本テレビさんは自分とこうテレビ漫画全然苦手だし、で子供向けはもう諦めようと思ったんでしょうね。もう子供の視聴者はもう諦めると、大人の視聴者に舵を切ってそっちをがっちり取ろうと、ね、日本中どこの家全部の家がさアトムを見るわけじゃないということなんでしょうね。だからそのアトムを見ない家の視聴者を取ってしまおうというところで、当時の大人つまりまあ戦争体験者みたいなの取り込みにかかったと思うんですよね。でそういう番組を作ったんだけれども、その当の見てる人たちからさ、その当時の経験者から、お叱りを受けてしまったということで、ね、しかしそれを企業さんはね、前向きに動かすわけですよね。それを逆手に取ってこういう広告を出して、あ、大塚グループなかなか真摯にやっとるなみたいなね、番組はちょっと羽目を外すところもあるけどこの姿勢はいい、じゃあ私の経験を話してやろうかみたいな感じでさ、拍車ももらえるしみたいな感じでさやるし、でそうやってこうやって新聞広告を出すことによってんーってなるかなりますからね、目に入るわけだから広告が。で当時のね戦争経験者なんかは、あ、こういうドラマやってんのかみたいな感じでさ見るわけで、だからそういうのもね、計算してるんでしょう、だからアトムを見ない世代の人たちにアピールしてると思うんですよね、こういう広告で。しかも我々は真面目に作ってますよみたいな、そういうアピールにもなってるという、うまいですね。さらに5月15日になりますとこういうふうに変わるんですよ、広告が。でさっきの広告は梶さんのね写真の上に字が重なっちゃってて見えづらかった、年配の方なんかどんどん目が衰えていくわけだから、そこに配慮が足りなかったんだっていうことで、このようにねもう文字をすっかり読みやすくして、もう若い命という番組名はあんまり目立たなくなっちゃって、むしろそういうことよりもお願いの方をねきちんと大きくしててね、旧海軍出身者にお願いっていう字を一番大きくして、これだから余計にね旧海軍出身者の人は余計気になるわけですよ。なんだみたいな感じでね、でこんな敬礼してる写真もあるしさ、でその後に宣伝文句っていうね、宣伝文句じゃないな、一応まあお願いが書いてあってね、毎週土曜日夜全国31局ネットテレビ新番組海軍兵学校物語若い命原作菊田和夫をご覧の上、いろいろとお気づきの点につきご指導のお手紙を賜りたく存じます、粗品を進呈させていただきます書いてあるね。だからまあ広報活動としては非常にうまいなと思うんですよこれね。まあ当時の海軍出身者ってどのぐらいいたかって微妙ですけどもね、まあ視聴率にどのぐらい影響する数か分かんないけども、まあでも企業の姿勢を出すっていうことではね好感度は絶対上がるし、
当時軍歴あった人は結構いるはずですしね、別に海軍出身者じゃなくても軍歴ある人はこれ見てね悪い気持ちはしなかったろうし、あやっとるね、うむ、あの大塚さんきちんとやってるねって、我々のこと忘れてないねみたいな感じでは見ると思うんだよね。だからアトムを見ないような世代、そういう世帯、家とかにはまあうまくアピールできたかもしれないですよね。ただその絶対数は非常に少なかったと思うんで、あのどうしてもアトムの方が全然人気ありましたからね。だからまあこの若い命っていうドラマはあんまり評判になってないし、当時ね、それどころか近藤正臣さんがキャリアに入れてないぐらいの、入れてないってことはないのかな、まああんまりそのデビュー作とは言わないぐらいのね、うーん、そういう作品になっちゃった、あんまり知名度がない作品になってしまいましたね。まあそこら辺ちょっと残念な部分でありますけど。で梶光夫さんはっていうと、その後お父様との約束があったらしくて、この方実家がすごいんですよね、宝石商だかね、そういうお宅なんでしょ、お金持ちのお宅なんですよね、お坊ちゃまなんですよ梶さんってね。それでまあ家業を継いだのかな。で現在ジュエリーデザイナーとしてね大活躍されているということでございますから、まあ全くこの番組の世界とは被らないんですけどもね、印象としては。でもまあそういう梶さんが一生懸命主演されたね、そういう青春の証でございます。なんとかねどこかしら発掘していただけたらと思うんでございますけれどもね。沢田研二さんの昭和の楽曲和良しベスト10、今回は後半として第5位から1位までを発表したいと思いますね。